名阪近鉄バス名古屋営業所名阪近鉄バス名古屋営業所は名古屋市中川区にある貸切バス主体で営業している名阪近鉄バスの営業所で南特別支援学校などの特定輸送なども行っている愛知県内発着の高速バス路線の運行も行っているまた2019年2月からはグループ企業である三重交通が 名古屋市交通局より新設された名古屋市営バス港、名営業所を受託開始したため、市バス車両が給油、洗車施設のない港名営業所よりそれら施設のある、東営業所の間を改装している。定期運行の名神高速線、セントレア京都線と、季節運行の名古屋伊吹山線がある。名神高速線名阪、近鉄バスの担当する便は1日14便であり、 発着停留所及び途中停車停留所は以下の通りである。セントレア京都線名古屋伊吹山線かき期間のみの季節運行であり、1日1往復の運行である。名神経由で名古屋駅と伊吹山さんを直通する路線である。イオンモール厚田シャトルバス2020年3月31日まで名鉄バスが運行していた路線で4月1日から運行している。 名古屋営業所には全、貸切バス営業所の車両191台のうち、その半数が在籍しており、その中には豪華観光バス、ロマンに名古屋グランパス8の専用車も在籍している。また、高速車のすべても、この名古屋営業所に所属しているほか、イオンモール厚田シャトルバス専用の一般路専用、中型車4台も所属している。在籍車両はすべて、日の自動車製であり、 そのほとんどが大型バスである。数台の未動車製の中型バスであるメルファを保有している。また、先日したイオンモール厚田シャトルバスに使用するために中型路線バスであるレインボー2を保有している。愛知県名古屋市にある営業所であるため車両には名古屋ナンバーで登録している。また、大営業所から転属した車両も名古屋ナンバーで再登録している。 ありがとうございます。